Let's go。 渋谷区恵比寿にある稲荷坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。全世界累計2500万本、爆発的大ヒットした対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズ生誕20周年を迎えた今年、新たに究極のヒロインアクションムービーとなってスクリーンに登場。その名も「ストリートファイター「ザ・レジェンド・オブ・チュンリ」。愛する父親を取り戻すため過酷な修練を重ねてストリートファイターになったチュンリが悪の組織シャドルーに立ち向かう。数々のプレイヤーを魅了してきた個性的なキャラクターも完全実写化。そしてストーリーはもちろん、クリスティン・クルック演じるチュンリーの熱いファイトも目が離せない。ストリートファイターザ・レジェンド・オブ・チュンリー。ゲーセンで燃えた諸君、今度は映画館で燃えてくれ。